原則は、日本の政治家。岩手県水道庁、岩手県副知事、参議院議員、自由党岩手県総支部連合会会長などを、歴任した。1934年生まれ、早稲田大学を卒業。1962年、岩手県庁に入庁した。養殖を歴任し、岩手県知事の中村正氏の下では水道庁を、務めた。 公認の知事である、工藤岩尾の下では副知事を務めた。工藤の退任に伴い、1995年4月29日に副知事を退任した。同年、第17回参議院議員通常選挙への立候補を表明した。新進党の公認を受け、岩手県選挙区にて当選を果たした。新進党の文党に際しては、自由党の結成に参画した。 自由党においては、岩手県総支部連合会の会長などを務めた。また、参議院においては、農林水産委員会などに所属した。国政の場では、地方文献などを主張した。第19回参議院議員通常選挙で改選を迎えることから、自由党から公認され、岩手県選挙区での立候補が予定されていた。また、 民主党岩手県総支部連合会からも選挙協力を受けられる見通しとなっていた。しかし、自身の健康問題から不出馬を決断した。当主の小沢一郎からは、やれないのか、やってくれないかと、再三移留されたものの、最終的にやむを得ないと了承された。これを受け、記者会見を開き、移留は相当前からあった。当人たる者。 最大限気力体力が続く限り、と思っていたが、しかし限界に来たと言わざるを得ないと述べ正界引退を表明した。その後、自由党は高橋に代わって、平野達夫擁立し、岩手県選挙区にて当選を勝ち取った。2004年の第20回参議院議員通常、選挙では、朱浜良の選対総括責任者を務めた。また、達祖。 拓也講演会連合会の会長に就任し、岩手県知事選挙にて、達祖拓也を支援した。その後、生活の党が結成されると、岩手県総支部連合会にて、工藤健太郎らと共に顧問に就任した。2016年9月3日5時50分、心不全のため、岩手県滝沢市内の病院で死去。81歳遺没。ありがとうございます。